2番線に電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。小倉の車窓から、今日はリニューアルした近鉄京都線小倉駅をご覧ください。ここは京都府宇治市。近畿日本鉄道京都線の小倉駅です。近鉄といえばこの配色ですね。そう、この配色。昔の近鉄特急の車両に見立てたポスターギャラリーです。奈良電気鉄道、今の近鉄京都線の京都駅から西大寺駅間で列車の追い越しができたのは新田辺駅の1箇所だけでした。奈良電気鉄道が近鉄に吸収合併される前年の1962年、昭和37年12月、小倉駅に待避線が設置されました。新幹線に接続する近鉄京都線となったこの路線には近鉄特急を走らせる必要がありました。小倉駅に設置された待避線は5両対応でした。武田駅を介して京都市営地下鉄烏丸線との総合直通運転は6両編成となったので、小倉駅の隣の新駅の向島駅に待避線を設置し、小倉駅の待避線設備は撤去されました。小倉駅に来た時はその名残を見つけてください。概要欄にリンクを貼っておきます。
京都方面ホームの改札前に貼ってあるものを見てみましょう。奈良電車沿線を中心とする鳥観図。近鉄京都線はかつてこの地にあった小倉池を縦断して走っています。小倉池が小倉の語源でしょうか。電車を降りた人たちはどこへ行くのでしょうか。任天堂ミュージアムへの経路の地図が改札口前に貼ってあります。改札口を出る、この地下道を歩いていくようです。テリリリリリ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 テリリリリテテ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 リリ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 テリリリリリ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 テリリリリテテ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 リリ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 。以前は殺風景だったこの地下道に近鉄京都線の路線図が貼られています。そしてその反対側の壁には近鉄京都線、そしてその前身の奈良電気鉄道で活躍した歴代の車両のイラストが貼られています。こちらは西大寺奈良方面乗り場の改札。京都駅から来た人が降りるときに使う改札です。ホーム上には近鉄特急が居座っています。
中に入ってみました。小倉駅を出ました。この道を歩いてみましょう。かっぱ寿司のある大通りに出てきました。ティティティルティルティルティティルティティルリピョンティルティティルティルティルティティルティティルティ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 てててててるてるるるるてるるてるるて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 る。そこにあるのは任天堂ミュージアムです。任天堂ミュージアムの前にコミュニティバスのバス停があります。ご視聴ありがとうございました。タラララララーラー、タラララララーラー、タラララララーラーラー。